俺あれちょっと見たいっすわ、ボンさんあの第1回の時戸さんの見るの切り抜きをちょっと見るしていいっすか、うん、ああのはいはい時戸と見るの切り抜き、うん、の、半年前ミルシリーズだったんだよな。ミルシリーズ。一番前がボンちゃんを見るになっちゃってたから。いやもう見ましょう。はい。じゃあ再生します。この顔。開幕でございます。この時はまだ大丈夫だね。終わりましたよ皆様。顔つき違うな。終わりましたボンさん。SFL。あこれでも大将戦制した直後ですね。勝った後だ。ありました。ありがとうございました本当に。これが開幕こういう感じだったね。こういう感じからスタートも頑張りましたと。はい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 、はい、ということで、はい、まあこれ開幕じゃないですか、はい、1時間お前さあ、これ一番なんかやばいところ切り止めただろお前これGP のやつ面白かったルークはみんなが言うほど難しくないシャガチュー振ってるってチュンリー使って振ってんじゃねえぞあーこれもう完全に来てるこれ来てるおめえが今日振ってたのこれだけだろこれカメラが追ってくれるのね追ってくれるのちゃんと手元をちゃんと追っていくんだ偉いなこの自動追尾この自動追尾 SFL でスタッフに怒られたわそうなのよ切れますみたいな切れます3日連続もらえるってできてたんだよそうこれはあったななんかその成績が振るわねえから JP 弱いみたいな風潮なんかちょっと出てますけど JP は最強です風化させない JP 最強JP は最強なんでこれマジいや素晴らしい いやでしょ、うん、これはすごいてかねプレイヤー目線、うん、その不当な評価というかなんかそのいや結果を評価される世界であるんだけど、はいそういうキャラこそ活躍しづらい世界にしてんのは俺らなんだよっていうなるほど、ね、そういうことですよ ね, なるほどね俺らの頑張りがあるからその活躍させてないだけですからねっていう対策の賜物だ俺は単純にこのボンのあれが面白かったなってそこじゃないの会話じゃなくて会話じゃなくてじゃない今の言い方が面白かったなってい いう素晴らしさだもう1億5000万取るためにブルークスやりてんだろいいぞいつでもやってやるよ俺はただ萎えるなよ、うん、ボンさんにこの時はねまだねガチ君もまだらしい動画まだハマってない時期ああなるほどルークの飛びにずっと悶絶してたわけじゃないですかシスオンにもメナにももう勝ちてえからやれてんだろうけど嫌だな言い方、はい、もうもうあそうクイズ形式の予想は、はい、はいちょっとこれ何だったっけまず、はいまあ、やってやるとやってやるでそこから流れとしていくのは、はい、俺がカプコンカップに出れないのはおかしい懐かしいなそんな時期ありましたねこれなんで正解したかっていうと、はい、もういや何回も言ってた実際に言ってた実際にそうヒントはクリスポン出れてんのみたいなただ悩むなよついてこいでしょボッコボコにしちゃうかもしれない恥じることはないあ、ここなんか加入 PV に使われてませんでしたこれなんだこれいやそうこれ CR の加入 PV に加入 PV の最後これなんだこれ君が相手にするのが最強だって俺こんなこと言ってるけど使われてると思っていや全然知らなかったそうてか本当に言ってたんだこれいやいやいやあのこんな覚えといてくださいこんななんか恥ずかしいこと言ってんだよいや俺言うキャラじゃないじゃん俺らの顔は使われてなかったこの切り抜きだからこれは全然OKの方からこんなこと言ってたんだこっからカップオンカップの話になるかどうかボッコボコにしてるねやっぱりただボンさんも見てないからちなみに俺ここ見てないはそうだよなやっぱ一喜一憂するのは本当に大切これみんな様式美ですよもうそうそうでもやっぱねどっかで方向を切り替えたくなるんだよなやっぱ雑談してても、はい、なるほどねこの方向のままだとちょっと持たないな1億5000万
は去年ずっと思ってたな。まあ出てたらね。そうですね。この時はまあ楽しい思いができたよね。結構自信あった頃だからね。今やっぱないもんね。これのせいで今でも。ルール。議論の違いのある話題なんです。はい、そう。これを全く。背景をご存じない方に一回説明すると、はい、これいいね、この説明素晴らしいね、はい、初見さんにも優しい、ね、出て負けて、はい、血を言ってるっていうのが一個のお笑いポイントである、うん、この動画、ね、いろんなポイントあるんだけど、お笑いポイントとしてはこれなんかその文句言ってるように見えるけど、彼は予選出て一応負けてるっていうね、いやそこですよ、ただのとこですよ。まあまあまあ。ちゃんとやり込んで。自信を持ってるプレイヤーからすると、はい、もうちょっと、はい、その実力が反映する、ね。まあ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 、まあ、そうですね。大会を行ってくれと。確かに。確かに全例えばね試合が、まあ、10先とか5先でもいいですよ。うんうん、そうすると。で彼が今も出れてた。100で出てた。そこで競うんだから、ね。そうだよね。そこはまあ出れてる可能性非常に高くなるよね。さすがにね。お先十先だったら。でも昨今さ。やるねボンさん。ここからかルールの話は。ここね、こんなんなって今なんてもうね。コメント大盛り上がりですよね。そう、ルールかルークかの2択で楽しめるっていうのが、ね、そうそうそう最近ゴーキも出てきた。ゴーキも何でもありになっちゃったね。なるほどな。お父さんはね、いたから出てたわけじゃないんですよ。別にもう一回あっても出てないんですよ。それもそうだね。どこの。え、じゃあどこが今年なこんな勝てるか。これやっぱなリアルな事情だと、そうだ、オフの大会とさ、この時活躍できてた SFL の時って全然違うんだよね、環境が。まあそうだね、そうで SFL の環境下ではめっちゃ自信があるんだけど、あのオフの場合ってもそんなに自信はないっていう時だったんだよね。今でこそね、オフの対策も結構進んでるんだけど、この時はやっぱな、まだ時期なんだよな。ちょっとクリス・ウォンには聞かせたくない下りだけども。コメントだったらクリス・ウォンはないよ、差し込んでくる。ルークではね、ルークではもうさすがに負けない、とは思う。この日な、この日まで。この日でいい。でも だからこそあのメナは衝撃的だったよね。確かに。あれは意外だった。あれはマジで意外だった。ブランカ処せばもう終わりだろうと思ってたんだけど、いやまさかルークにあんなね感じになるとは思わなかったね。間違いないですね。強かったわ。衝撃的だったな。あはあ。ナイスコメントだよね。みんなもうプレーの内容見てね、動画勢だけだよ。んなもんちょっとかじった人間だったらモンさんの方が強いってわかんない、ね、これはでもね、なんかクリスさんが全然的にそう、ね、これでもね、この時期だったらねモンさんには一緒だとね、これを求めてるわけですね。何回やった三崎さん先一回もあげてねえよ、多分。じゃあまあ彼は結構だ。そう、俺ね、いやむしろ好きなのよ。好印象なの本当に。クリス・ローンは。クリス・ローンは本当にいいやつであれ。いいやつだよね。間違いないです。いやだから、いや本当にそうなんだけど、そうなんか結果とか強さのジャンルで言われちゃうと、俺もゲーマーだから。そう、そこでね譲れない部分っていう。はい、なるほどね、まあ、こんなところですか、これは。そんな感じでした。あとはなんかあのガチ君にパシらされた部分みたいな。あー、ありますね。これちょっと俺気になるわ。あ、そんなの、あ、そうか、それもできてたわ。はい、ついにガチ君も俺を使うようになっちゃったんですよ、彼も。これだってね、切り抜きの文章だけ見たらすごいじゃん。そう、最近ガチ抜きの YouTube の動画で、一生お願いしたんよなみたいな、ボンさんに。タバコ買ってこいっつって俺、日本帰れないからタバコ買ってこいって。どういうこと？あの滞在期間が長い時期あったじゃん、あの組手とかさ、なんか続いちゃった時か。そう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 、1ヶ月くらい、ね、そうだ、1ヶ月くらいさ、海外行ってタバコ切れちゃうみたいな。でもその時もやっぱ
いや本当にあの日本に戻れなくてとか言ってめちゃくちゃ言ってたよ。で別にいやまあ実際そうだしなと思ったから、いやちなみに俺は2つ返事でいやいいよって言ったけどね。でいいよって言ったにもかかわらず俺が日本から旅立つ瞬間までお願いされなかったのよ、追撃が来なくて。ああなるほど、確認っていうか、うん、あれタバコ欲しいって言ってたから買ってあげた方がいいのかなと思って、で空港着いて中入ってもうタバコなんて何でも買ってないけど、はいはい、2機欲しいって言ってたなと思って連絡したのよ俺から、うん、あれ追撃来ないけど、うん、いらないのタバコっていう俺から LINE 送ったの。この時点で俺から送ったでもこれがもうダメだろ、これが怖いですよ。いやいやこれはでもね重要ですよ、やっぱ連絡をしてないのがまず悪い。欲しいにしろいらないにしろ絶対するべき。だって一生のお願いだよ前提、一生のお願いなんてもう俺からしたらさ記憶に超残るわけそんな言われ方したらどんだけ俺にお願いすんの怖いの一生のお願い使わないと買ってもらえないと思ってたのみたいな、なるほどな、っていう流れだったんですよ。にもかかわらず実際に一切何も来なかった。ああなるほど、っていう立場ね俺は。なるほどなるほど。でそこで言った、前のやり取りがあったのにもかかわらずすいませんいりませんとか言いました。意味わかんなくない、この答えも意味がわかんない俺からすると。いや一生のお願いだよ前提で、一生のお願いだよおもろい。立ち回りまずいですよ、まずいですよこれは。いらねえって言ってる人間に買っていくのもなんか違うなってことで買わなかった。そう、まあ、これはだからガチ君側の証言が必要です。確かにね、またちょっとアンサー動画を出していただきたい。言わなかったよな、いたあいつね、俺の配信にいるんだよ、ね、結構いるロムってんだよな。えほらごめんなさい、忘れてましたとか舐めてんだろこいつ本当に。これはね、まあ、舐めてるし舐めてるし、ボーンがこういうこと言うと怖いって思われちゃうのも事実だし、はい、ただ、はい、こういう人はねいてくれた方が俺はいいと思う。まあちょっとね、うん、背筋をピシッとする役目をね。なるほどなるほど。まあ実際いないですからね。実際ね、やっぱねちょっとなんか言えない。なるほど。すいませんすいません、僕行かないでくださいみたいな。気分悪いよな。食わなきゃいけないの。親切心の塊なの。いやでもあのさっきそのコメントでありましたけど、うん、そうこれ、こういう時に何も言わないで買ってあげるのは、あっさみたいなコメントあったけど、いや浅いですね。付け上がるんだよそんなこと。何も上がってねクソ上げる。あのねそうあのそっちの供給はもうあるんです。この格好。そうだね、うん、そうだね、優しい優しさの方のね供給はあるよね。そう。でも。もうこれ社会でガチでやったらもうアウトですからね。一撃だよな、こんなのな。サウジ取ってから天狗やね。じゃあ予選だ。そうそう、ただの予選だし。サウジ予選取ってからだ。1ミリも変わってないと思う。これはでも確かに。映るのかな、その天狗って。嫉妬してんの？俺がサウジ。これは面白いね。これは面白い切り口。どんだけコメントとお前やり合ってんだよ。いやだ、俺はあの拾ってあげてるからそう。加工できる大会だからね。ってことはつまり切符をかけた試合っていうのはそれだけの価値がやっぱあるわけだな。優勝賞金だけじゃなく、担保されるわけだ。参加マニーが、うん、そりゃガッツポーズも出るよ。ボンさん。ただその渾身のガッツポーズが配信には載ってなかった事実。そうなんだ。スイッチャーがね遅いんだよね。どんな感じだった？ちょっと今俺ね見てて知ってたの、スイッチャーが、うん、あの他の人の試合見てて、抜かねえんだあの終わった瞬間の時ってと思って、はいはい、次からはスイッチした瞬間にガッツポーズするようにしてください、うん、で価値格 SA さん暗転しました。まだかなまだかな。そう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 。嘘じゃん。俺は
ちなみに確定した瞬間、もう暗転した瞬間、バーンみたいな感じだったのね。しゃぶねーあーマジあぶねーみたいな。でも演出で、まあ、ルークがこんな馬乗りになって SA さんやってて、でも相手のレックスはうわやったわみたいなリアクションもしてたんだけど、だもう抜かれた時にはもうコード抜いてる感じ。はいはい、もうそれ人しきりの喜びを、そうお互いもう全部終わってみたいな。ありがとうみたいな。確かに見たかったな。別にさ、ね、だからなんであんな淡白だったのみたいな。見てる人からするとね、いやめっちゃ喜んだよ俺みたいなさ。ゲームが分かんないとさ、そう。じゃあもう多分そこなんだ、ね。そうなんですよ。俺終わるかどうか分かんないし。そうだ、まだそういうのが伝わんない大会っていうのは、ああいう世界の舞台でもやっぱあるから。今後変わっていってほしいなっていう、うん、この業界めっちゃ大事なとこだと思うし、表情ね、そう表情とかリアクションとか、うん、なかったかな。いやでも今回でやっぱりだいぶ本人に確かに見てもらうと確かに、ね、やっぱ人となりがより伝わるというか、うん、もうこれ次回以降難しいですよ本当にいないやる、いないってまたやることになるってなると難しいですよね。次ガチさんでも呼びます。そうだね。てかでも他のさ、うん、それこそねチャンネルをなんか見てんのも俺も見てみたいから、あ他の人の雑談を、なるほどな、時々小作で見るみたいなさ。確かにね、それも見たいですね。でそれを見て対象になってる人がうわーってなんかなってるのを見て分かるわ気持ちみたいな言われるがこうなっちゃうなっていう、そうそうそうっていうのもね楽しいしな。終わってる雑談してる人はあんまいないんすよなんでお前終わってる雑談言葉選べよ終わってるじゃんいや雑談ってでも確かにそうだよね、ちょっと人によってだよね。そうなんです、長時間雑談する人ってそんなにいないもんね、うんうん、そうなんないね、ないよね。おさんもあれ本当は練習配信だからね雑談配信じゃない、雑談配信、いや練習配信だ、ね、いやいや練習するっつって6時間ぐらいやってんだけど、なるほど、あれ全部練習なんです。なるほどな。本当に最初の10分ぐらいで雑談風に見えてますけど、あそれ以降は。なるほど。まあ当チャンネルではですね、見るシリーズに、はい、ふさわしい、はい、見る、まあ、切り抜きとかを常々募集しておりますので、そうですね、皆さん、ね、コメントの方確かにそういうのもあるできればな、知識を届けていただきたい。まあボンちゃんはたまに来ていただけると思う。そんな毎回呼ばれてもそんなにいいよってなっちゃうから、コメントの方でぜひお願いします、はい、教えてください、はい、よろしくお願いします、うん、今回はですね素敵なゲストを招いての、はい、お話となりましたが、どうでした。いやちょっとこっぱずかさはあるね。恥ずかしいけど、まあけどやっぱり言ってることはなんか志らくの時と変わんない。やっぱり根本にあるものを言ってるだけだね。ちょっと語尾が荒くなることはあれ、言ってる内容はまあ普通だねって感じ。やっぱりその本人の目指してた志らくでこれができなきゃダメっていうのも今後やっぱこうしていきたいね。普段からね、配信中だけど、配信中はね、うん、すごいと思いました、はいはい。我々もですね、やっぱりあのボンさんのガチ君とのエピソードとか、やっぱり、うん、ボンさんがいてくれたからこそ、確かにやっぱり分かる部分もありますし、あ確かにそうだね、そうですね、そういう感じなんだな、はい、今後ともね、作品の作品が上がるのを待ってますので、はいはい、よろしくお願いいたします。以上、ボンちゃん公認切り抜きチャンネルでした。またね、次回のご視聴をお待ちしております。それでは、また。